日にちが空いたので、あれどっちだ？どっちから来たかな？こっちで合ってる？あ、合ってたっぽいですね。これやられてるのは、なんだっけ、アルテナ兵かな？さすがルガー様、お見事でございます。ルガーって初めてで出てきたかな。死を喰らう男、これも初めて見ますね。答えられませんね。まだ食い足りないんですが、さすがにこっちの魂は、アメンの同志様に献上しなければなりませんかね。最近ちょっと間引きすぎましたからね。なんか読みづらいな。はい。古代呪法。私が途中でピン跳ねしているのがバレたら、ピンハネってどういう意味だろう。おや、獣人王のボンクラ息子のお帰りかね。ケビン。あ、ケビンって確か、主人公の、一人じゃなかったかな。お前、カールの命戻る。嘘ついた。そんなのに引っかかるなんて、まだまだガキってことよ。まあ、そういう単純なバカほど、魂の味は格別うまい。やろうっていうこと？カールの魂もウルフにしたら上出来だったわよ。うん。この人の、話し方がよくわからないな。くそ、体動かない。思わぬごちそうにありつけたわ。今、お前の魂も、カールの元に送ってやるよ。うん。まあ、親友か何かかな。を、やられてしまったっていうことかな。あ、来ましたね。何あんたたち、人の食事の邪魔をするとは許しませんよ。あ、そうなの？ヒースをさらったあのヘンテコ親父。あれ、出てきたかな？覚えてないや。ウェンデルの新刊と一緒にいたガキンチョか、思い出しましたよ。ちょっと、こちらは覚えてないんですけども。動画見返すか？出てきたかな？それどころか今や、強大な暗黒の力を身につけ、闇の進化落ちた聖者として、我が主、亀の同志様に、私と共にお仕えする身。うん。私が見込んだだけの実力の持ち主、ミラージュ・バレスではナンバー2の実力者。ほう。ナンバー1はこの私。お前もケビンと一緒に片付けてやる。ん？待って、俺がやってやる。あ、これさっきの人？森の中でケビンの姿を見かけたので戻ってきた。ケビンだけはこの檻の手で倒す。その前にお前らから相手してやろう。ウォーミングアップにちょうどいい。
いきなり始まった。キャラ設定がこうだな。とりあえず防御あげよう。ちょっと待って、死にそう。とりあえずこれでいいかな。痛い。あれ？回復したいんだけど、できた。今誰がやられた？痛い。誰に来る？あ、痛い。これなんか必殺技使うとカウンターでやられるっぽい。なんかボス戦全部なんかそんな感じがしますね。これ、設定オフとかできるのかな？痛い。あ、大丈夫か。多分これでまたなんか強い攻撃を。これ。痛い。ちょっと間に合わないか、これ。多分またやられますよね。なんか使ってきた。大丈夫か。回復間に合うかな？あ！これダメじゃないかな？いける？間に合わなかった？あ、やられてしまった。っていうか、必殺技使うとダメっぽいので、どうしようかな。設定オフできるのかな。はい、うまくいったかどうかわかんないんですけど、ちょっと設定っぽいのをいじってみました。
うまくいけてるかな。これでうまくいけなかったらどうすればいいのかわからない。で、とりあえずまずは防御を上げる。呪文唱えるのもね、ちょっと遅いな。これでいいかな？対空打ちをしておきますか。特に変なことはしてこないですね。こっちも必殺技を、使わないので、ただこれただほんと殴るだけだな。なんか攻撃が当たらないな。これ防御上げると全然ダメージ食らわないですね。必殺技使われない限り。あ、疲れた。たまには使ってくるのかな。さっきみたいに本当に連発されることはないですね。ちょっと回復入れるか。ただちょっと火力が低いな。あ、それは痛い、それは痛い。違う。あれ？ダメージの入りってこんなもんなんですかね。そろそろ倒れてくれないかな。あ、倒した。死を食らう男。まあやられて特に何もしてないですよね。見てただけ。あれはお前が憎かった。生まれながらにして十字洋の後継者として、格闘農業を教えられながら育てられたお前が。ルガーとはどういう関係なんだろう。俺は獣人王様から、奥義を喉から手が出るほど教えてもらいたかった。だからお前のことが死ぬほど羨ましかったんだ。しかし俺は一介の獣人兵、それも叶わぬ夢。ところがお前は争い事を嫌い、せっかくの教えを無駄にした。俺はそんなお前が許せず、格闘技だけはお前に負けないよう修練したのだ。だが実際はこのダマさ。いや、まあ、1対3だからね。ルガ、お前、十分強い。後継者、お前にこそふさわしい。今度生まれ変わったらお前と戦って、そして完全勝利してやるぜ。生まれ変わったらってことは、このまま死んじゃうってことかな。
あ、妖精出てきた。あなた月の精霊ルナね。あなた方が来るの待っていました。もちろん力をお貸しします。なんか、やっと、こういう言い方するのもなんだけど、普通の話し方な気がする。月の精霊ルナの力を手に入れた。ルナお願い。ルガーを助けて。彼の望みを叶えてあげることだけなら、なんとか。生まれ変わってもう一度戦うってこと？あ。てかすごいな、その能力。彼の消えかかる命を救うには、彼の言葉通りもう一度生まれ変わらせるしか方法はなかったの。そうよ、きっといつかこの子は大きくなり、あなたと戦うためにやってくるはず。誰が育てるんだろう。あ、どっか行ったけど。そんな小さい子、一人でどっか行かして大丈夫。うん。大丈夫なの。代弁してくれましたね。獣人、赤ん坊は皆森の中で自然に育つ。ああ、野生動物みたいなもの？森の動物たちが赤ん坊拾って育てる。うん。うん、確かにすごい。ルナ、マナストーンは？この上の月読みの塔、月読みかな？一階にマナストーンあります。アルテナの兵士たちがエネルギーを解放しに攻めてきましたが、ルガーたちによって守られました。じゃあ、まだ無事だったのね。でも、今、死を喰らうものが塔の中に入っていったよ。大丈夫かな？なんか、敵が多いですね。じゃあ、おいらその間、他の獣人たちが来ないよう森の方で見張ってるよ。気をつけて。またダンジョンかな？ちょっとセーブしとこう。ここは？あ、閉まっている。こっちもかな？あったあった。こんなところに、月のマナストーンがあったのね。うん。塔の中に封印されているために、塔を中心に、この森全体がいつも夜になってしまっているんだわ。ところで、さっきの死を喰らうものを、喰らうものじゃないや、喰らう男は、どこ行っちゃったんだろう。うん、あの男すごく邪悪な気合がしたよ。まあ、名前からしてね。あんな奴までマナの剣を狙ってるなんて、驚いちゃった。うん。そうですね。残っているのは木の精霊ドリアード。英雄王様がおっしゃっていたランプバナの森のどこかにいるというディオール村の妖精王様を探しに行きましょう。確か地図で見ると、マナストーンかな？ある場所が表示されるので、残りおそらくっていうか確か一つだったはずですね。